Welcome to Able Genius。 今回ですね、前回の続きで撮っております。ちょっと集中的になってますね。日付は10、いやもう多分これを見ている方は年を越してるかもしれないですね。まあただ私は去年に生きている人間でおります。2013年にまだいます。このなんというかタイム軸が面白いですね。今私はここで2013年の12月23日なんですけども、もしかして見てる人はもう2014年で見て未来に生きてる人なんですよ。あなたたちは素晴らしい。このなんかこの時間差面白い。だから映画とかもそうですよね。撮ってるのは昔なんですけども、その当時に生きてる人たちはその生で撮ってるみたいな、まあよくわからない感じで伝えましたけどそのなんか面白いですよね。そういう時代を超えて共有できる、時間を共有できるというのがとても新鮮であり、いい時代になりまして面白いです。ちょっと話がそれましたけども、そんな感じで行ってまいります。エビリジニアス、今回はどういった前回の話をサクッと言いますとですね、楽しくなってまいりました上級職が第二次職が出てまいりまして、そこからですね、世界に散らばるですね財宝を奪いまくりリサーチして基地を強化しみたいな感じでガンガンこれからですね大きくなっていくと思いますよ。シルビナの今後に要チェックだ。それでは行きましょう。レッツプレイね。こう賑やかになってましたな。はい、また取られましたですよね。また取られたんか。今取り返したばっかやんか。多分狙われたんでしょうな。これはなんかスピンドクターというのが必要なのでまだダメ。あれ難易度高いな、狙われるな。ジムで強化しておりますね。いろいろできてますね、素晴らしい。財宝はね、うまく狙われたんですな。これヒート下がるまで待つ。ヒートが全体的に上がっているのでちょっと待ちつつ、ね、お金を貯める時間ですね、今ね。お金貯まりやすい。あ、マンバがいるし。これで狙いに行きましょうか。ワーカー6人、テクニシャン2、1、2、3、4、5、6。1,2,3,4,5。 これも狙いに行きたいな。ただどうだろうな、ちょっとクリアしたい。そうするとここが悪名が次のランクに行くのでだただ枠が足りないね。ここもワーカーとテクニシャン、ワーカーがちょっと足りんすな。まあいいや、そんな感じで、ちょこちょこやっていきましょう。またなんかこいつら奪いに来やがったな。もういい加減殺してしまおうかな。よし、殺そう。厄介だから。始末する。撃たれてますよ、お客さん。もう徹底的に潰す。
ね、ちょっとあいつら厄介なんでね。兄貴何遊んでんの？さて、踊れ。スキルを使っていきます。お、素晴らしい。こっちも銃で応答ですね。おー、銃強い。ちょっと黙ってました。もう徹底的にね、ちょっとね、めんどくせんでね、潰していくよ。おめえら。許すまじだよ。ちょっとね、ヒートが上がったおかげでね、あれっすね、敵さんがモリモリ来てますな。こいつらがやばい。こいつらがね、武器を取り返し組だ。ちょっとミニオンが減ってますな。まずい。それでは別に世界情勢も見なきゃいけない。忙しくなってきました。とても。こんなんでいいかな。ねえ、とにかく忙しくなってきました。死体安置所がとてもいっぱいでございます。オッケー。わあ、なんか嫌な音がした。ズームレ。よしよしよし。なんか死んでるし、なんで。超減ってる。10人どっかで攻撃が開始されてる。どこだ。 OK。セミオヤバシ。ガードが減ってますな。これね、こんなとこにやめて。まあ、急いでこの辺でしょう。ね、こっちは体重を銃を持ってるんでね、敵もね応戦してくるわけです。こっち、これはいいや。タグ外、またさらに新しいのが出た。よしよし。ガンガンリサーチしてね。
お、増えた増えた、よしよし。お、オッケー、アーケードキャビネット、ほーん、あれ今何を作ろうとしてたんだ、わしは。そうそう、これ、ちょっとスペース的にこんな感じでしょうか。ねえ、ミニオンの数がちょっと減りましたな。おお、レーザー、レーザートリップビーム、おお、なんかいろいろ出てきましたね、素晴らしいですね。おお、レーザートリップビーム、ビーム、ほお、さあ、そろそろぶっ殺しトラップが徐々に出てきましたよ。いやー、すごいですよ、あら、いろいろとね。お、出てきた、レイドシークレットサブマリンペンス。お金もね、必要ですから。ここいい加減行きたいんだよな、ね、ここ行きましょうか。ワーカー6人いないし。うわ、なんかすごいことやってますけど、始まってる。やっぱり入り口増やそう。これダメだ、ダメ、ちょっとここうまくね、写真さ、爽やかないのはバラックなんでね。ここに新規の入り口を作ります。多分これでいけるはず。あ、だけどここ入り口、ちょっと待って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 、ね、こ、今回にしといて、ここをトラップ、トラップ用にね、こういう形で。違う違う違う、なんかね、考え、これ結構考えですよ。この感じですな。イリガル。じゃあね、こんな入り口がすごいことになってますけど。もうウォーニングだらけですから。もう忙しい忙しいみたいな感じですからね。ね、これはもうちょっとこいつを倒、ヒートが超上がるんで、ちょっと
今はやめて。ガードやられた。おっちゃん、おっちゃん、おっちゃんカモン。すげえ。ガードやられた。全然減ってない。兄貴が行く、兄貴が行くから大丈夫だ。マジエンティアゾーン、なんだろうこれ。マルチメディアエンティアゾーン、あれで一体何をやるんだろうか。ここへえ。ブックケース、大きすぎじゃないでしょうか。移動させよう。これも見てくれる人がいいのは嬉しいんですけど、そんな余裕、スペース的余裕がねえっていうね、かといってあっち側に入れると取られるし悩ましいですね。これでいいや。でこれを、っていうか、この15分ぐらい一瞬のうちに過ぎるゲームなんですけど、このゲーム自分でやってると。お、なんかすごいですね。こうしたかった。よしよし、ブックケースを、それでね。狭い、ここここスペース的余裕なすぎ。おおおおお、びっくりしますね、あの音はね。すごいことになってますけど、ここやられた。あちゃー。その代わりこいつをテクニシャン10人、リスクヒート20上がるってどんだけだ。ヒートが20上がりますな。オッケー、かなり上がる感じです。まあだけど1個ぐらいやっときたい。ここヒート20上がるってテクニシャン10人、結構大掛かりですね。こう。さて、こんな感じでやってまいりました。エブリジーニアス。あっという間の15分、もう20分ぐらい行こうとしておりますね。あっという間ですね。本当にあっという間、このゲーム。次、楽しくなってまいりました。ね。こんなこともできるんですよ。はい、っていう拷問シーンを次回お見せしようかなと思います。拷問シーンから始まります。
それではですね、ここまで見てくれてありがとうございました。ちょっとお金が足りなくなってきて、ま、お金足りなくはないんですけど、またね、やりたい、作りたいですよね。お金貯めたいですね、20どっかのタイミングでね。それではここまで見てくれてありがとうございました。シルビでした。来年もよろしくお願いします。もう多分これを見てる人は来年かもしれないので行ってみました。ちょっと次元差で。それではまた次の動画でお会いしましょう。シルビです。